はい、どうもロッティアです。はい、今日ね、今日寝転がって喋ってるから、ちょ,ちょっと待って、さすがに。はい、どうもロッティアです。はい、えー、っとね、さすがに寝転がってると、声が出にくすぎるので、ちょっと、さすがに座るけど、だるすぎるんよね、今日。えー、っと、これね、今、1時前ぐらいなんだけど、撮ってるのが、あの、あのね、まあ、花粉、あのね、寒くないのよ、今日。 あのうん、全くと言っていいほど寒くないのにクソほど鼻が詰まってて、あのー、言ったらこれね今日、まあ、3月2日なんだけど昨日,、ね、昨日の、えー、と夜過ぎぐらいにちょっと実写の動画を、ねまあ、1本ぐらい撮っとくかということで一応撮影だけしても編集がまだなので、まあ、アップするのはまだ先だとは思うんだけど、まあ、そんなことをやってたんよね。<laughs> その時は全然平気だったのにさだんだんめっちゃ鼻詰まってきてさ寝転がっててくしゃみとあのあのぼーっとしすぎてちょっと寝ててでもまあそんなに言うて眠くないから1時間そこらぐらいで目が覚めて。 <laughs> ほんでまあなんか目が覚めて今に至るなんだけどまあで、ね、まあ時間見たら時1時前とかだってああそうかこれぐらいの時間かと思ってとりあえずラジオでもやるかっていう感じなんだけど本当にタイトルにもあるけど低気圧もやばいあの花粉も当然やばいけど花粉はずっとやばいよ <laughs> 花粉はずっとやばくてあのそれよりもこの低気圧がやばいっていうねはいあのー ちょっとね、まあ、実際の動画の方では全然その話には触れてないのでちょっとあれなんだけど <coughs> あの昨日ねちょっと、まあ、あの遊びに行っていてその、まあ、飲みに行っていたりしたんだよね。でそれのことを、まあ、その一緒にいた人がなんか喋ってくれみたいなことを言ってたんだけどちょっとさ何喋っていいのか分かんないからまあまあこれもしかしたら本人見るかもしれないけどあ,のあれだね。 とりあえずそれに関してはなんか個人的に聞こうあとでなんか今日ねそんな話してたんだけど何喋っていいのか分かんないわこれめっちゃ個人的な話だけどこれはねあの他の見てる人全然関係ない話なんだけどいやなんかねそういう話をしなんか言ってたんだけどまあいや何喋れみたいなところがあるのでちょっとまあむずいかなと思ったりしてますねはいあのガチで鼻詰まりすぎてやべえ はい、えーとまあそんな感じでその安入安入安入なのは実写の動画を撮った時もそうだったんだけどマジでやばいよねはいえーとねあの実写の動画の方では言ったから言ってないかもしれないまあまあただこれはまださっきも言ったけど上がるのが来週ぐらいなので来,来週までは行かないかもしれんけどその23日は開くので。 ちょっとまあそれについて言及するのは違うかなと思うんだけどその中でもうっすら言ってるんだけど <laughs> えっと切り抜き予定の中にあ言ったかなこれ <laughs> そのラジオでも言ったかもしれないけどえっ、ー、と <laughs> そのラジオでえっ、ー、とね分かんないちょっとどういう内容で言ったかちょっとごめん俺も覚えてないんだけどとりあえずあのセキュラーでもいいよっていうねあのー、ちょっと ちょっとエロ系の、あのー、VTuber の箱の、えー、と新人のね、えー、と七草ゆらちゃんの、えー、と切り抜きを作ろうと思ってて、えー、とまあ他にもねコレクトピアとかのこの、ねはい、あ切り抜きを作ろうとも思ってるんだけどまあちょっといろいろ事情があって難航してにはいるんだけどとりあえず1発目はその由良ちゃんのやつをあげようかなと思ってますとりあえずね。 あとまあもう一個これ、まあ、あの俺,俺自身の告知というか Twitter、まあ、を見てる人にはもしかしたら見えるかもしれない話なんだけどこれまあ今月中になるのか来月なのかちょっとまだ未確定でちょっと俺もいろいろ金銭的なことよりもどっちかっていうとその。 <laughs> 構図とかいろいろちょっと考えているのでまだはっきりした形にはなってないんだけどちょっとねイラストを依頼しようと思っててまあ,あの俺の立ち絵の話じゃないよ前になんか立ち絵依頼するみたいなこれはちょっと金額的にもでかい話なのでそれなりにあのー、これに関してはまだちょっとはっきりしてないしその金額がかかる分ねちゃんとしたものが作りたいのでいろいろとみいろんな人を見たりしてるしまああと俺の本若が今ロックされてることもあってちょっとこれに関しては動けない部分もあるし。 まあこれはちょっと保留状態なんだけどえとそれとは別にあのそうだなこういうラジオとかのサムネに使ったりとかあとツイッターのコツイとかに使ったりとかまあ何か他なんか何らかのサムネに使う動画とかのサムネに流用したりとかをしようと思ってるイラストだよね。えーと まだねいろいろそのどういうふうにするかがちょっとはっきり決まってない部分があって、まあ、一応あの今の現時点ではこういうふうにしたいと思ってますみたいなことを絵師さんには伝えてあるんだけどまだその見積もりの段階でまだその動いてはなくてでもしかしたらそのイラストの構図とかもまだ変わるかもしれないのでただそのベースになるのはこれとこれですみたいな感じを出しててでじゃ,あ,じゃあ,まあこれぐらいのお値段で、まあ、こういう感じでみたいな感じまでは言ってるんだけど。 ちょっとまだこっちが煮詰まってないというかいう状態なんでまだそのいつになるかはっきり分かんないんだけどまあそういうのをやろうと思ってますっていうまあこの告知2つだね今い今言えることは、まあ、これ以上のことを今しゃべる元気はないのでこんな感じで終わろうと思いますはいローズティアでしたバーイ。